今日は私の28歳の誕生日、東京倉庫恒例のサプライズバースデー、そろそろ来るんちゃうか。マチルダさん来た。明日の収録は現地集合でお願いします。え、うん、わかった。なんやねん、ちゃうんかい。マチルダ来た。育乳の収録あさってになったから。はい、わかりました。マチルダ、今度こそ。お前今日ブスだな。いや、いつもと同じですけど。慌てるなマチルダ、まだ時間はたっぷりある。きっとみんな私をじらしてるんや。じらしてじらしてのサプライズバースデーなんや。おいマチルダ、なんで泣いてんだよ。だって今日私の誕生日やのに全然誰も祝ってくれませんやん。ヨコさんが誕生日の時はみんなでサプライズしてたやないですか。なんで私だけ何にもないんですか。マチルダ、俺たちがお前の誕生日を忘れてると思うか。え、出会った頃は若かったお前も、気づけばもう28歳。そんな微妙な年齢の誕生日を祝うことがお前を本当の幸福へと導くだろうか。微妙な年齢のお前の誕生日を祝わないことが逆にお前への真の祝福になる、そうは思わないか。社長、そうよ。それにタンザニアでは誕生日は逆に悪魔の日として近隣住民から恐れられているの。だから何もしなかったの。安江さん、まあそうですね。今回の誕生日は結果を出せませんでしたけれども、それを前向きに捉えて次の誕生日こそはサプライズバースデーを実現できるようにね、明日からでも周りの人間にプレッシャーかけていくべきだと僕はそう思いますね。岡崎さん、その前向きな姿勢はまさに本田圭介。みんな私のことを考えてって嘘つけ。ただ忘れてただけのくせに。バレた？